ニコ営業所前景、カシオペアメッセ、ナニャート展望台から表札 JR バス東北ニコ支店は、岩手県二戸市にある、JR バス東北の営業所である。ニコ駅に到着した路線バス岩手県二戸市内を、運行する。鉄道不設法別表第10号に規定する、岩手県一個よりあばらやに、イタリル鉄道の鉄道先行路線として開業した。一時期は、 常防寺一個直行便、お江市ちいわてあさは、新阿弥温泉方面への支線が存在したが、現在は二戸駅常防寺駅の系統のみである。本線という名前こそあるものの、常防寺方面へ運転される便は、常防寺地域の過疎化の進展とバス運賃の高騰、加えて二戸地域の人口減少なども重なり、減便傾向が続いている。二個駅乗防寺駅二個駅から、 近代地温泉駅を経由し、カルマイ、カルマイ病院前を結ぶ。地域間感染系統として、国、岩手県の補助を受ける。2016年から、岩手県立カルマイ高等学校、慶光祭開催日は、臨時便が運行され、そのうち高速車で運用される便は、カルマイ町出身の古立春一原作の漫画、配給、に合わせて、カルマイ特急。 819号として運行される。カルマイ病院での夜間退泊も設定されている。二子駅二子病院、近代一温泉駅温泉センターカルマイ、カルマイ病院前二子駅一個駅一個病院くず巻方面への便は本数が少なく、平日及び休日のうち特定日のみ運転されている。スワロー号岩手県久慈市と、同県二子市を結ぶ路線バス。運賃を、 通常の路線陳率に対して営業施策的に設定しているため JR バス回数券での乗車はできないジャパンレールパスで乗車することができる久慈駅西の沢ヘロ町道の駅折詰2個駅運行開始当初は久慈営業所が運行の中心であったが同営業所の廃止に伴いすべてあたり営業所での担当になっている 九時白書での夜間大白が設定されている。九時営業所の廃止により、乗務員のみに往復を担当。詳細は、路線記事参照のこと。森岡駅で発車を待つスーパーアユい岩手県、森岡市と同県二個市を結んでいた高速バス。廃止時には、森岡乗防時、二個間に短縮されていたが、かつては、 近代地温泉号発着であったことから引き続きこの愛称で呼ばれていた。運行回数は森岡にこかに一往復。平日のみ運行で、土、道宿日は運休であった。利用状況にもある通りかつては乗車率が高かったが、道の区号が城に停車するようになってから、利用客が減少し始めた。長望時発着の廃止宿。 日宿日運休などの施策を行ったものの終始が、好転することもなく、廃止される形となった。森岡駅、足路インターあばらや新町駅、上房寺駅、天台寺に小駅。ありがとうございます。